ビクトル・ミハイロビチ・アファナシェフは、ロシア空軍の軍人、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターの宇宙飛行士で、ある。1948年12月31日に、ブリャンスクで生まれた。1952年生まれのエレーナ・アファナシェフと、結婚しており、二人の子供がいる。父のミハイル・アファナシェフはすでに死去している。母のマリア・アファナシェフは、メルクリエボに住んでいる。趣味は、 フットボール、水泳、旅行等である。コカンスキー軍事パイロット学校を1970年に卒業すると、モスクワの大ゲウニーキザ航空学校を1980年に卒業した。ソ連邦英雄を受賞している。1970年から1976年まで、ロシア空軍でパイロットとして活躍した。 1976年から1977年までテストパイロット訓練センターに通った。1977年から1988年までバレリー・チカロフの名前にちなんだ州立研究施設でテストパイロットとして働いた。アファナシェフは軍のテストパイロットのクラス1の資格の所持者であり、40種類以上の飛行機で2000時間以上の飛行経験を持つ。 1985年から1987年まで、アファナシェフは、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで、宇宙飛行の基礎的な訓練を受けた。1988年には応用の訓練に進み、1989年2月には、ミール第7基長期滞在クルーのバックアップとして、ミールへ登場するための訓練を受けた。 彼は1990年12月2日から1991年5月26日にかけてソユーズ TM-11 でミールを来訪、ミール大発起長期滞在クルーの機長として初めての宇宙飛行を行い175日間宇宙に滞在した。ミッションでは日本とイギリスとの合同飛行等が行われた。合計20時間55分に及ぶ4度の 宇宙遊泳も行った。1994年1月8日から7月9日まで、アファナシェフは、ソユーズ TM-18 で、ミール第15基調機体在クルーのミッションに参加した。1996年10月から1998年1月まで、アファナシェフは、ミール第25基調機体在クルーのための訓練を受けた。このミッションには、 フランス国立宇宙研究センターのプログラムも含まれていた。1998年3月からは、ミール第27期長期滞在クルーの訓練を開始し、1999年2月20日から8月28日まで、ミールで189日間を過ごし、3度の宇宙遊泳を行った。アハナシェフは3度の長期滞在ミッションで、 宇宙滞在合計時間は545日を超える。宇宙遊泳は7回で合計38.55時間である。彼はクラス1の宇宙飛行士の資格を得ている。2001年 ISS タクシー1のバックアップに選ばれた。ありがとうございます。